はい、どうもです。こんばんは。本日はネタ会なんですけど、ランクマッチやってみたいなと思います。最近欧州ガチャたくさん来たんで、欧州デッキがかなり強化されてるんじゃないかなというところで、欧州デッキにだけ刺さるような、デッキっていうのを組んできました。こちらでですね、なんとか、最前線のヘルナンデスとか、ブライアンとか、スタインみたいなところを倒してやりたいなと思っております。で、一応、デッキの編成としては、マッテオくん、で、相手チームマイナス 5% ですね。で、翼くん入ることで海外マイナス 5% が入って、で、レビンと、ゴッツァくんですね。この2人を入れることで欧州がマイナス 5% ずつされるというところなんで、欧州選手に関してはマイナス 20% 入ります。で、今回絆に関してはマイナス 80.5% という形で組んでるので、欧州にはなんとデバフマイナス100という形でかかりますんで、でさらにフォワードに関しては、追加で 5% かけてるというところですね。石崎でマイナス 3% のジェンティエでマイナス 2.5% ですね。これによって、シュートは完封して、で、ヒューガ君のシュートは必中みたいな、形になったらいいなというふうに思ってます。一応ざっくり計算はしてあるんですけど、相手がマイナス 10% かかってるぐらいの想定してます。上下で多分90ぐらいあるんじゃないかなと思ってますので、上下90あった場合に、デバフ100かけるとマイナス10になりますんで、ヘルナンデスの数値は48万ぐらいになります。で、それに対して、今回ヒューガ君ですね、バフ 17% かかります。若林、そして石崎、あとは三杉とロベルト。この辺で 17% かかりますんで、ヒューガ君の数値を、単純に 17% 足したものっていうのを用意してるんですけど、そうするとキャッチキラー発動して54万6000っていう数値が出るんで、ヘルナンデス、抜けますと。で、これも今、属性有利まで込みした値なんですけど、ヘルナンデス45万6000なんで、ヒューガ君に対しては抜けるというとこですね。サリナスとかは多分、相殺されるぐらいかなと思うんですけども、そうすると、48万という数値で、そうするとヒューガ君はサリナスに対して多分50万ぐらい出してくれるはずなんで、ギリギリかわせるんじゃないかなといったようなところで考えております。多分ヘルナンデス抜けてサリナス抜ければ、大体抜けるかなと思ってるんで、やっていけるんじゃないかなと。それでは行ってみましょう。どんなデッキが出てくるか。欧州が出てきてくれないと、デッキの進化を発揮できないですね。はい、マッチしました。海外の方ですね。お願いします。お相手は多分バフパっていう感じですかね。サリナス、欧州はそんないないですね。欧州がそんないないんで、サリナスが単純に抜けるのかっていうところを見ていく感じですかね。はい、お願いします。デバフガードがめちゃんこ入ってきましたね。さあ、お相手ボール、お願いします。ちょっとヒューガは前に進ましといて、どう来るかですね。ニッタスかね。こっからだと。ニッタじゃない。そのまま来る。通っちゃうか。ソーリマチ強っ。ソーリマチ強いっすね、これ。バフ 70% 負けてるみたいな感じになってるんで。これはすごいな。なるほどね。これソーリマチくん入るんかな。しかもスーパーサブしっかり持ってるもんな。うわ、入りそうな気がする。全力つけましょう。ちょっと待って。レビン出るね。全力つけましょう。レビン出たら、おい。ギリギリなんだ。めちゃんこギリだ。なるほど、ダメか。ほい。赤浮き、ペナルティエリアシューター持りましたね。いや、これ通したいな。三杉くん、止まるんかな、これ。でも止まりそうだな。普通に。止まるわ。強いな。結構ガードパーだな。でも抜けてくれた。すいません。これ、サリナスはぶち抜けますね。それでも 18%。まずいな、これ。まずい。堀町は引く浮きの方が、そっか、さっき引く浮き、ダイビングヘッド。違うか、シャドウシュートしてくるか。さっきちょっと距離あったもんな。いや、まずいなこれ。いえ、これはやばい。うわ、ギリ。おお、めちゃ危ないじゃん。はい、ありがとうございました。まあちょっと消化不良感がすごいというか、まあデッキの穴がすごすぎたっていう感じですかね。はい、まあもう一回行ってみましょう。オンライン対戦ランクマッチ、そしてまあ今回全属性ですね。普通に全属性なんでさあ行ってみましょう。いやー、スタイン、ブライアン出てこないかな。まああとはキーパーは、ヘルナンデスか三浦。おー、来た、ヘルナンデス。はい、海外の方ですね。お願いします。まあ、自動パスかと弱体かってことは、クリスチャンセンのパターンだから、ハースか。なるほど。まあ、ガードなさそうですね。これはいけるんじゃないでしょうか。お願いします。まあ、まず普通にもう、葵くんで突っ込む。葵くんで突っ込んで、で、ヒューくん上げといて、あ、クリスチャンセン、106% かかってますね。ハースにも 106% かかってます。これもドリドリですね。ドリドリ。はい、ここから、うわ。さあ、ガクト君にはちょっとバフのかかりが弱いですけど、これね、ジェンティーレ抜けるんじゃないかな。ドリドリ。まあでも混戦かかっちゃうか。まあ、混戦かかっちゃってもまあ大丈夫だと思います。おこなまヘルナンデス抜いていきましょう。あ、はい、行きます。お願いします、ヘルナンデス。混戦 10% かかってても、あ、はい、ありがとうございました。ちょっとまあ続けていきましょうか。はい、お願いします。すぐバッチングしました。ヘルナンデス、おお、来た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 、ブライアン来た。あ、ガードがどんぐらいかなんだよな。あ、Z、ブライアンがいるだけって感じですね、これだと。なるほど、どっちかっていうと日本パだな。これはちょっとやりづらいな。でも結構まあロベルトとかでバフも持ってるし、クラブキラー、マッテオくん、葵くんには、あ、まあでもガード2ですね。うん、まあそれでも 100% で通されていく。まあ、ヒューガくんを前に送っておきたい。お、来た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 。葵が来て、ブライアンにマッチ。ああ、ナトゥレーザがくっついてきたけどどうかな。どうする、これジェンティーレ取られるよね。大丈夫かな。お、ナトゥレーザゴリゴリいける。あ、ブライアンは使わない。これジェンティーレ超えたらもう入ります。あ、入るね。はい、お願いします。若林にバフ勝ちしてる。まあ若林もともとヒュガ君別に抜きづらくはないんで。あ、ちゃんと靴積んでいる。まあ、今回ですね、日本デバフ側にも切り替えることができるような布陣になってるんですよね。日本に大体 95% ぐらいデバフかけることができるような布陣にもなってるんで。ただブライアンにボールを送ってゾーンが乗ったとしても、これ取れるんじゃない？ワンチャンどうでしょう。ああ、全然ダメでした。さすがに厳しいか。はい、葵くんで、葵くんで。いや、見すぎはきついか。見すぎもダメでしたね。葵くん、あー、ブライアンか。ブライアン来た。おっと、ちょっと伸びてしまった。これはちょっとラッキー。あ、すり抜けていく。そしてもう一回打ってみる。ペナルティエリアシューター乗る。何、まあ確かにオフサイドっぽかったかもしれない。ぽかったっちゃぽかったかもしれない。まあ一回使ってるんでね、不屈は結構効きますから、どうでしょう。あ、ということで、あんまりちょっと試合できなかったんで、小ネタ的な感じで、一応ですね、理論上、チム隙がない状態で、フォメ効果もなくって、連盟効果とか、その辺全部外して、バフがマイナス 100%、その、デバフ 100% かかった場合においては、理論上数値って0になるんですよね。なんで、ちょっとその辺、どんな感じになるのかなっていうのを見ていこうかなと思います。さあ、気を取り直してですね。今回、ちょっと欧州デッキ、一人欧州じゃない人いるんですけど、欧州デッキ、適当に組んでみたんで、こちらとマッチアップして、デバフ100かかった場合どうなるかっていうのを見ていきたいなと思います。連盟効果無効、フォーメーション効果無効。フォーメ効果無効にできたね。はい。では、これで見ていきましょう。相手のチームを、これに変更して見ていきます。果たして、0になるのかというところだけですね。さあ、見ていきましょう。さあ、ロベルトでマッチしてみます。はい。992。何が乗ってんだ？あ、違うな。リンクが乗ってますね。特技乗っちゃうとダメなんで、特技乗らなそうなところに、ナポレオンも多分なんか特技が乗ってますね。あれ、マッテオくんも何か特技が乗っている。日本選手キラー。こいつも乗るな、なんか。こいつに関しては 1% 上がって、0.5% 上がってんですね。この人に関してはね。ああ、できましたね。はい。ということで、数値としてはもう完全に 100%、かかりますと、1になるということが分かりました。はい。いつもご視聴ありがとうございます。少し前役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。